ここでは、この音声付きの教材を作った、その動機についてお話ししたいと思います。論語の冒頭に、学びて時にこれを習う。また、喜ばしからずや。こういう言葉があります。大変に有名な言葉でありますね。私は子供の頃、漢文で、これを漢文の先生に、こういうふうに習いました。C 枠、先生がおっしゃった。 勉強して時々復習する。楽しいな。私はその翻訳を聞いた時に、こうしてもあろう人が勉強して時々復習する。本当は復習は毎日すぐにやらなければいけないんではないか。そんなふうに上げ足を取ったりしたものでありました。しかし、年を取ってある時、このフレーズに触れた時に本当に雷に打たれるように感動を覚えたわけです。 それは、あ、講師が言おうとしたことは、実は、そういうことではないんだと。勉強して時々復習する、楽しいなってことではない。そうではなくて、勉強する、学ぶというのは、先生から学ぶ、本から学ぶ、いろいろな先人の知恵、それから勉強するっていうことですね。自分で全てのことが分かるわけじゃない。人に教えてもらうこと、すごくあるわけです。で、しかし、 そうやってやって知識は増えていきます。いろんなことが分かった気になります。しかしそれは分かった気になるだけであって、本当に分かったっていうこととは必ずしも同じじゃない。ある時勉強を継続していると、本当に時々たまにしか起こらないかもしれないけれど、あ、なんだそういうことだったのかっていうふうに分かる。今まで人から学んできたこと、それが自分の心の中にスーッと入っていく。 まあ私はそれを知識の内面化っていうふうによく言うんですけど、そういう経験をすることがある。それが、習うっていう言葉で表されてるんではないかと。先生や友達から勉強していろんなことを学んでいく。そしてたまにではあるけれども、それが実はこういうことだったのかっていうふうに本当にわかる。これは勉強の楽しさではないか。なんと楽しいことではないか。講師は 論語のの冒頭に勉強することの楽しさその極意を語っういたんうふうに気がついたのは実は論語の別のフレーズいろんなフレーズと一緒にそれを読んだからでありますが、まあ、それについては今これ漢文の授業ではありませんので省きますけれど私は勉強というのは今は皆さんが まあ一緒に学校で勉強する、塾で勉強する、予備校で勉強する。人に教えてもらうっていう経験がとても多いと思うんですね。でも、人に教えてもらうっていう勉強だけでは、本当の意味での勉強になるわけではない。それは分かった気になるだけであるわけですね。むしろ、自分から進んで読書していく。で、この読書するという作業は大変に孤独な作業です。なかなか分からないもんです。 数学なんかは普通の日本語で書いてあるとは言ってもですね、その中に数式が入ってますしで、数式が読めるからといって、それをきれいに発音することができるからといって、中身の数学の心がわかるわけではないで。その数学の心というもの、なかなかわからない。それをわかろうわかろうと必死に努力するわけですね。それは孤独な作業だと思います。でその孤独な作業を少しでも応援したい。 で、そのいう時に、皆さんに、こういうメディアを通じて、私のメッセージを伝えることができたならば、皆さんに勉強する勇気、それが湧いてくるんではないかと思うんですね。私は、今は、例えば高校1年生は、各々かくしかちかのことを勉強しなさい。これ以上発展的なことは勉強する必要はないですよ。そういうようなことを習い、あるいは予備校では、これは学校では教えてないが、こういうことを知っていると入試で得するぞ、ということを習う。こういうような勉強、 これは皆さんにとってごくありふれているものだと思いますけれども、本当の勉強とは言えないんじゃないかと私は思うんですね。皆さん自身にとっての勉強とは、人から学ぶことではなくて、なんだそういうことだったのかっていうことを自ら発見する。そういうことだと思うんですね。そのためには本を一つ一つ、一ページ一ページ読んでいく。そういうことが一番大切なわけですが、残念ながら数学の本は、 数式の変形とかあるいは証明の流れ一つ一つは書かれてるんですがその変形の背後に潜む動機なぜそのように変形するかなぜこのように論理を運ぶかその背景がはっきりとは必ずしも書かれていないわけです式の変形あるいは証明の流れというのは決して無味乾燥なあるいは機械的なそういう変形ではない ある目的に向かってまっしぐらに進んでいるものなんです。例えば皆さんに分かりやすい例を言いましょう。例えば簡単な例で 3+2=5 っていう式ある。3+2 が5。この 3+2 と5が全く等しいんだったならば 3+2 を5って書く代わりに 5=3+2 って書いたっていいはずですね。しかし誰もそんな書き方はしません。3+2=5 を書く。イコールというのは全く等しいという意味だと。 こういうふうに習いながら実は左辺と右辺との意味の違いがあるわけです。その意味の違い、それをですね、数式を通して理解するときに数式を機械的に見てるだけではあるいは形式的にそれを読んでるだけではなかなか通じないわけです。例えば3プラス2イコール5。 というのに対して例えばば小学生でであればですよ皆さんが小学生であれば3個のリンゴがありますねそれに2個のリンゴを加えました全部で何個になったでしょうそれが5個になりますねそれが3プラス2イコール5という意味ですで、こういう意味が語られるとなんだそんなことだったのかというふうに分かっていただけるんじゃないかと思います。 でこのような議論、このようなことはですね、別に初等的な数学の範囲じゃなくても、その中等的なレベル、あるいは高等学校のレベル、言っても同じなんです。数式で表現されている世界は決して空虚な、無味乾燥な世界ではなく、その世界の中に、目的地に向かってまっしぐらに進む。 そういう筋道書かれているわけですねその筋道が見えない人にとってまるでそれは暗い森の中をさまよい歩くような行為なわけですで、そのようなさまよい歩く中にあって一筋の明るい光が見えたならば皆さんにとっても勇気を持ってその暗い森の中を明るい光を目指して進んでいっていただけるんじゃないか 私はそういうふうに思うわけです。そしてそのようなことができるならば、大げさに言えば、小学生だって微積分を勉強していいし、大学生になったって分数の計算をしてもいいわけです。それぞれの人がそれぞれのペースに合った、それぞれの目的に応じた勉強、それを皆さんが勉強したいタイミングで勉強する。でそういうことがなぜ許されないのか。 確かに学校教育の中でみんなが一律に勉強するみんなが一斉に勉強することの良さ私もよくわかります私も教員生活を長くやっておきましたでしかし同時に数学に関しては数学を理解するというのは大変に孤独な作業ですそして中には数学的な才能に大変にあふれた人がいる小学生でも十分微積分がわかる で一方小学校の時あるいは中学校の時にちょっと勉強の階段を踏み外してしまった人にとって数学の勉強は全く先の見えない真っ暗闇の森の中をさまゆい歩くような辛い経験でありますでそういう人にとってもう一度基礎から勉強するそういう機会ができることは私はぜひ必要なことではないかそういうふうに考えるわけですね皆さんに音声を通じてそのことをやるということは大変間接的でありますので それを聞いて理解するというのは皆さんにとっても大変だと思います。それでも全くそういう助けなしに本だけを読んで理解するのに比べれば数学の心、あるいは証明の心、数学の数式の変形の心、それが少しわかるだけでも皆さんにとって勇気が湧いてくることではないかというふうに私は期待するわけですで。そのような気持ちを込めてこのような音声解説をつけたわけです。